はい、皆さんこんにちは。生駒師匠の小村崎正史です。4月6日から4月15日までは春の交通安全運動の時期です。コロナウイルスの影響もあってか、今交通事故の件数は大きく減少をしています。しかしながら令和2年度も生駒市内で2件の交通死亡事故が発生をしておりまして、その両方とも高齢者の死亡事故となっています。したがって高齢者の死亡事故の発生抑制に全力で取り組まなければいけません。また同時に春は新しい小学校1年生が学校に通い始める時期でもあります。小学校1年生が親と一緒にではなくて一人で学校に行くときに交通事故に遭うケースは全国的にも大変多くなっています。小学校1年生が交通死亡事故に遭う割合は小学校6年生と比べて約 5.6 倍という数字もあります。家庭でのご指導や地域でのお見守りを特に強化をしていただき、小学校1年生が安心して学校に通えるようなお力添えをお願いをしたいと思います。春の交通安全運動の一つの契機にいたしまして、皆様ぜひ地域での交通安全、今一度皆様も考え直し、また地域での活動にご協力を賜れればと思っております。よろしくお願いいたします。